始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバ工場のアンドゥです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。インポッシビリダッドって書いてありますね。うわ、難しいコースってことか。とりあえずさあ、どんな感じのコースなのか。いや、まあまあ、なるほどね。あいつを踏んでけと。任しておくんなまし。なんだそのタイミング。いや、あいつが投げる前にこうするとあいつ投げたくないでしょ。はい、投げた。オッケー。もうあなたを踏んで、でも出す前に行ってしまいましょう。こうよ。そしてスピードに乗っちゃって、俺はもう止められないってわけだ。なるほどね。分かってる。最後でスピンジャンプ。ここでおい、ちょっと減速を入れたことによって距離が届くんです。ナイスナイスナイス。ここで分かった。なんでもないです。ここでこのまま歩いていくと、それでいいわけでしょ。はいはいはい、こういうことで。シュチュ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 、いや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 、あーあーあああ、待ってて、よしよしよし、くくく、そっち行くんですか。来た、よしよし、いやだ、スピンジャンプか。オッケー、は、落ち着いて、はい、ナイス。え、はいよ、信じるよ。大丈夫、道がないところにも必ず道が待っているんだから。どうぞどうぞ、届きません。はい、オッケー、オッケーで。え、下がってった。来た、よっしゃ。何度揺れた心はもう過ぎ去りし夢なの。あの距離の、うわー、ダメー、どんどん、やだじゃあ次のコース、どうぞ。お、じゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。マリオ、命がけの UFO キャッチャー、バージョン3。うわ、なんだそれ。うわ、やだよ、なんかそんなイカゲームみたいな、今流行りで言うと。イカゲームの。なるほどね。俺の命、欲しけりゃくれて。コップね。難しいな、これ。こうじゃね。来た、ねえ。待って、ファイアバーあんな。あら、ファイアバーいつ出る？てか、早く出て、知ってた。落ちて。出ました、消えました。今しかないぜ、トーン。順調だ。俺の命か、欲しいか、俺の命が。なら奪ってみろよ。奪われました。皆さん戻ってきました。行きますよ。もうこの辺でこうするの。届いて、ふぅ、やるね俺。よかったぞ、落ち着け。オッケー、でこのとこにあると。頼む、そろそろ中間ポイントが欲しいな。まだやんねえよと。お前なんかに中間。帰ってきましたよ。はい、オッケー、皆さん、やっとつかめた。やっと俺は成長してる。よしよし、で、あの奥に行けばいいだけね。なんだ、簡単じゃーん。よっしゃいや、一番難しかった、ここが。しかも中間ポイントありがたすぎる。ちょっと待って、落ち着いて。オッケー、これスピードで行っちゃいますね。ん、あ、ヒップドロップしていけよってことか。オッケー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 、任して。オッケー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 、もう俺はそう簡単にはやられない。やられました。ちょっと待って、タイミングが合わないな。ここか？オッケー。うわ、やらしすぎる。考えない。考えろ。問題はここどうするかだよな。どのタイミングでいきゃいい、これ。こうか。よーっしゃ、うまい。オッケー。なんかバネ持ってる、バネ持ってる、バネ持ってる。え、いるのこのバネ。いるかな？お、なんだこれ。え、どうする？上に行っちゃダメだよね。あのブンブンを潰して、あそこに入るだけ。オッケー、できる。絶対にできる。ありがとう。いや、ここでこのバ、あ、うわ、逃げて、私、よっしゃじゃあな、ブンブンさんよ、お前の負けだよ、よっしゃじゃあ次のコース、どうぞ。お、じゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。サンボサンサンボンボンサボンテン。うわ、もう言えないわ、俺多分。サンボサンサンボボンボサボサボサボテン。ありがとうございます。一回地面からなったら着地しないでゴール。うわ、なるほどね。いや、でも、つまりは、あれですもんね。あの、下のあそこに入ればいいだけでしょ。なんだ、簡単じゃ。え、これ、くるくるジャンプで行くとかじゃないもんね。こうか。え、届かないよ、お兄さん。え、お兄さん、届かない、届かない、これ。こういうこと？え、待って待って待って。待って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 。なんかもう、すでにその次元にないぞ、俺。やっぱ、くるくるジャンプかも。こういうことか。いや、いけそうだな。こせそう、こせそう。来た！あ、いけた、いけた、いけた！やっぱくるくるジャンプスタイルだ！
決めますよ。今ので全て謎が解けた。こう、そして決める。俺はバレリーナ、私はバレリーナになったのよ。なーに、一回ぐらいあんなことが起きたってそんな驚いたりしませんよ。何回もあるからね、そういう。なーに、二回あろうが一回あかろうが確率的には変わりません。俺考えました、これ壁キックするんじゃないかと。あの下のところにくるくるでここ越せないっす。どう、待って待って来た、うわー、やったー、よっしゃじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。